今回の選挙の争点の一つともなった2030年の冬季オリンピックパラリンピックの招致については UHB の出口調査では6割が反対という結果も出ています秋元さんは大会の開催の意義も訴えてきましたけれどもこういった市民の皆さんの声っていうのは今どのように受け止めていますかです、ね、あのご私にご指示をいただいた皆さんの中でも賛成の方それから あ少し三角の方、反対の方もいらっしゃったというふうに思うんですね、えーま、の今回の公約の中でお話をさせていただいたのは、えー、オリンピックそのものの北海道なり札幌で開催をする意義ということと、東京大会でさまざまな問題が起きて、これが混在してしまって、まあ、これは、えー、やっぱりきちっと整理をした上でで、すね本来的に意義があるのかないのかっていうことを議論していく必要があるのではないかというふうに思ってます。ですから、えー 東京大会で起きた事柄ということをどう改善をしていくのかということをお示しをした上えで市民の皆さんとの協議、議論、まあ、冷静な形で,です、ね、進めて最終的には市民の皆さんの意向を確認して進めるのか進めないのかということ、まあ、このプロセスをですねご指示をいただいたというふうに思ってますのであのしっかりと意義だとかあるいはそのじゃあ、心配 反対、今懸念をされている経費の問題だとかをですねもう少し議論していく必要があると、こんなふうに思っていますでは、今回のこの結果を受けて、一気にこう招致に舵を進めるというわけではなく、こう整理をして議論をしていきたいということなんですね私自身は今回の選挙で、えー、招致の是非を市民の皆さんにご判断をいただいたというふうには思っておりません。えー、あたその今後の 取り組み方最終的には市民の皆さんの意向を確認をするというプロセスをご指示、ご理解をいただいたというふうに思ってますので、えー、議論を継続をしていく、えー、そのをしっかりやっていきたいというふうに現状、秋元さんとしてはこの大会の招致というのが札幌市にとっては最善なのではないかとお考えですか。 あの将来的なやはりあの冬のスノーリゾートといいますかそういったことについて北海道、札幌にとってプラスになるというふうに思ってますけど東京大会の問題はやっぱりクリアをしていかないと前に進んでいけないんじゃないかというふうにも思ってますそして今、市民が日々苦しんでいるのが物価高、はい、エネルギー価格の高騰です。市民の暮ららしをここれかかどうう支えていこうと考えてていいと考ますか あのやはりそこはもう直近の課題としてすぐやっていかなければいけない問題だということで今回の選挙の中でもですねえまあオリンピックの是非そのものよりも直近のそういうい生活をお支えをする中小企業の皆さんの経営をお支えをするという取り組みまあこれを急いでやっていかなければいけないということを訴えをさせていただきました。まあ、国の方も今いいいいろなな経済対策を取ってくるととう,うに思いますけどそれと重複しない 形でですね札幌市としてもいろいろな市民のお支え、まあ、生活が困窮されている世帯への給付、子育てをされている世帯への給付ですとか、そういったことを取り組んでいきたいというふうに思ってます。ありがとうございました